ボリバル山はベネズエラメディダ州にある山である。標高は4978メートルでベネズエラで最も高い山である。ボリバル山はエルレオンとエルトロの隣にある。その上部は常に万年雪と3つの小さな氷河で覆われている。建設当時は世界最長のロープウェイだったメディダケーブルカーでメディダの町からエスペホ山まで行くことができ。 そこからボリバル山に徒歩で登ることができる。3名はベネズエラの独立の英雄、シモン・ボリバルにちなむものである。以前はラ・コルムナと呼ばれていた。現在の名前は1925年にベネズエラの作家、歴史家のトゥーリオ・フェブレス・コルデロが提案し、1934年12月30日に正式に変更された。 アンデス山脈の中でも顕著に高いこの山の標高は過去に何度も測量をされてきた。1912年には三角測量に基づいて5002メートルと算出された。1928年には別の測量から5007メートルと算出され、長らくこれが公式の標高の値とされてきた。1990年代、科学者のハインツ・ソラーとカール・ソー・アバドは GPS の観測に基づいて4980.8メートルという標高を推定したが、その検証は行われなかった。2002年に新しい GPS 測量が行われ、4978.4プラスマイナス0.4メートルという標高が示された。このより正確な調査結果は2005年に公開された。 最終的な測量は、ベネズエラシモンボリバル地理研究所の、ホセナポレオンエルナンデスらによって行われた。GPS 測定は、ボリバスン・エルトロ、ピエドラスブランカス、ムクヌケ天文台で構成される、測地ネットワークによって行われ、ムクヌケ天文台は、ベネズエラの測地座標系と関連付けられている。測量には、時間の経過とともに、大量のデータを確保し、 より一貫した信頼性の高い情報を取得するため、5つの GPS デュアル周波数受信機が使用された。1950年と2011年の山頂の氷河の比較更新予のメリダ表記には、氷河は最大で600平方キロメートル、高さは最低でも3000メートルだった。氷河期の終わりに氷河に覆われた地域は次第に縮小し、 商標期に入る前にはすべて消失していた可能性もある。1910年には氷河に覆われた面積は約10平方キロメートルであり、ボリバル山、エスペホ、コンチャを覆うものとフンボルト山、ボンプランドを覆うものの2つに分割されていたと推定されている。その他、小さな氷河地帯がエルトロ山の北西側を覆っていたと推定される。 1952年に撮影された航空写真では、ボリバル山、エスペホ、コンチャの氷河は0.9平方キロメートル、フンボルト山、ボンランドの氷河は2.0平方キロメートルに縮小していた。2003年には、ボリバル山の7.48ヘクタールとフンボルト山の35.81ヘクタールを除いて、この地域の氷河はほぼすべて消失した。 現在の速度では2020年までにベネズエラのすべての氷河が消失し、ベネズエラはアンデス山脈の国で最初に氷河のない国になると予測されている。ボリバル山のパノラマ写真鉱山のため山頂付近では年中雪が残り農業も行われていない。しかし山のふもとの方ではバナナが中腹部ではコーヒー豆やキャッサバ、 サトウキビなどが栽培されており、比較的生産性の高い農業地帯として知られる。近くの山中には、サンクリストバルやメリダといった都市も発達しており、多くの農業が行われている。ありがとうございます。